鬼滅の刃の時藤無一郎、東京リベンジャーズの川田奈穂や、ドクターストーンの朝霧源や、ヒプノシスマイク、オルターナティブ、ラップバトルマイナスのツツジ、森羅生、ツツジ森、ロシオ役など様々な話題作に出演する、笠井健吾、37。数多くのキャラクターを担当してきているが、声の特徴とキャラクターの個性がピタッとハマっている印象を受ける。彼が担当したキャラクターを思い出す際に、声も一緒に浮かんでくるという人も多いのではないだろうか。第一線で活躍を続ける笠井だが、インタビューで見えてきた素顔は、まさに戦略家。声優という仕事と徹底的に向き合い、周りが何を求めているのかに対して、アンテナを張り続け、セルフプロデュースに余念がないのだ。実は、お仕事を始めてすぐは、熱血系のキャラクターをやりたいなと思っていたんです。熱血系キャラを担当することが多い声優の関智一さんの演技は、子供の頃の僕にすごく影響を与え、それは大人になっても変わらないままでした。ただ、声優として勉強をしていく中で、僕の性質はそっちにはあまり向かないなということが、だんだん分かってきました。そして、いろいろな話を聞いて、必要な情報を得ることや、相手が求めるものを考えることの大切さを感じるようになりました。僕はどちらかというと少し癖のあるキャラクターとか謎があるキャラクターの役を多く演じているので、それで知ってくださっている人が多いのかなと思います。なので、今はそういう方向性を重視して、自分を磨くようにしています。やりたいこととできることそして求められることを俯瞰してみてどうこの世界で生き残っていくのかを戦略的に考え自分の武器を磨き上げていく。その姿は彼が演じるキャラクターの中に通じるものがあるようにも感じる。演技の教科書は先輩声優です。ただ単に学ぶだけではなくそこに自分なりのスパイスを入れられるように意識して作っていくというのが、なんとなくの僕のスタンスです。特に自分が学生時代に見てきたアニメの声優さんの演技からは、非常に影響を受けています。多くの人の演技を取り入れていきたいと思っていますが、特に関智一さんや銀魂桂小太郎役で有名な石田彰さんには影響を受けていますね。ただ、この職業についてから、アニメをリアルタイムで見ることは減りました。自分の演技を磨くために学び、吸収しようと意識しているのは、過去のアニメや、現在のアフレコ現場です。リアルタイムのアニメは、役者の顔が浮かんでくることがある。ストーリーがとても好みなものは見ますが、役者の顔がちらついて集中できないものに関しては、見なくなりました。情報を得ることや相手が求めるものを考えることを常に意識して行動しているというが仕事をする上であえて収集しない情報があるという原作は基本的に読み込みすぎないようにしています。原作は原作、アニメはアニメです。以前原作が大好きなアニメ作品とのご縁があったんですが、その作品のとあるシーンで監督の方向性と僕の中でのズレがありました。原作で読んできたこのキャラクターはこんな表現はしないという風に頑なになってしまった。リテイクを重ねる中で僕の中でもなかなか整理ができませんでした。その後オンエアを見ましたが、自分の演技としては中途半端だったと思いました。ア
ニメってチームで一つの作品を作っていて、最終的な決断を下すのが監督。監督の頭の中に、皆さんにお届けする1話1話の全体像があるんです。そんな中、僕は、これがいい。って言ってもうまくまとまらないし、原作を知った演技になってしまうのも良くないと、思うようになりました。